おじいちゃん。ペルペル、一体どうした？遊ぼう。帰って寝ろ。なんで？なんでじゃない。もう夜も遅いだろう。でも、おじちゃんは起きてるもん。俺はいいんだ。大人だからな。ずるい。懐かしいやりとりだな。俺も夜更かしをして、父上や兄上によく怒られた。やっぱりここにいた、ペルペル。あ、ルーネーダ。ルーネーダじゃないわよ。何回言えばわかるのよ、この豆腐頭。いったー。寝る時間には帰ってこいって言ってるでしょ。この耳は飾りなの。痛い痛いってば、ルーネ。うわー、避けちゃうよ。やかましい。あんたはまだ子供の上に、今は討伐候補者なのよ。ちゃんと寝て毎日健康でいるのはあんたの仕事なの。ルーシェの言うことはもっともだぞ、ペルペル。おじちゃん、分かってるならあんたももうちょっと強く言いなさいよ、大魔王。お前はもっともなことをもう少しやんわり伝える術を覚えろ。ふん、人の苦労を知らないで、このすっかすかな頭にふんわり言ったって何にも残んないから苦労してんのよ。あのな、突然僕お家には絶対帰んない。待て、ペルペル。ほら見ろ、あいつへそを曲げてしまったじゃないか。今の私のせいじゃないわよ。どっちかっていうとあんたのせいでしょ。おい待て、どうしてそうなる。だってあれくらいのやりとりいつものことだもん。いくら殴ったってスポンジにダメージなんかあるわけないでしょ。スポンジと妹を比べるな。今のはあんたに味方してほしかったとか、どうせその程度のことに決まってるわ。俺が味方？いつもベタベタ優しくしてくれるあんたが私に同調したのが面白くなかったんでしょ。だから無駄に甘やかすなって言ってるのに、めんどくさいったらないわ。いい、分かったら責任持ってペルペルを家まで送りなさいよ。いいわね。なるほど、ルーシェのやつ、なんだかんだ言いながら妹のことをよく見ているな。これでもう少し穏やかな口ぶりになってくれたら言うことはないが。おーい、ペルペル、どこだ。いたら返事をしろ。とっておきの飴があるぞ。本当？嘘は言わん。やったー、はあ、この釣られ方、将来がやや心配だ。俺はいい、お前に全部やる。やだ、一緒がいいよ。僕一人じゃやだ、おじちゃんと一緒じゃなきゃやだ。わかったわかった、じゃあ一緒に食べる。その代わり食べたら家に戻るんだぞ。わがまま言うな。ほら、口を開けろ。帰らないから開けない。バカなこと言ってないで開けろ。どうだ、うまいだろう。俺のとっておきだぞ。おいしい。あと味が2種類ある。
美味しいの、もっと欲しいだろう。欲しい、もっと。よし、じゃあ一つずつだ。これを食べ終わるまで一緒にいよう。いる。おじちゃん、お膝乗ってもいい？なんだ、今日は随分子供みたいなことを言うんだな。だって僕、ムーネーみたいに大人じゃないもん。だが、随分大きくなった。よっと。わあ、おじちゃん高い。やっぱり重たいな。こうやって持ち上げると、お前が笑うからよく振り回したものだが、今の俺の腕力では、もうさすがに無理か。ああ、疲れた。おじちゃん、大丈夫？大丈夫だ。ほら、膝に座るんだろう。おいで。今日は俺に、何か用があったのか？おじちゃんに会いたかったの。そうか。それなら、ルーシェには一言、俺のところに行くと伝えてからおいで。ルーシェはお前のことをとても心配して言ってくれたんだぞ。ごめんなさい。よし、いい子だ。おじちゃん、僕重たいのに、ごめんなさい。いや、それは別にどうでも。やはり兄上の娘だな。思いやりのある優しい娘たちだ。謝ることはない。お前が大きくなってくれて本当によかった。お前は生まれた時とても小さくて、皆が随分心配したんだぞ。ああ、そうか。そういえばあの頃からルーシェはお前のことをとても心配していたな。せっかく妹ができたのに、死んでしまったらどうしようと言って、お前のゆりかごからずっと離れなかった。そっか。だからな、あんまりルーシェを困らせるなよ。うん。ねえおじちゃん、おじちゃんは僕とルーネどっちが好き？決まっているだろう、二人とも大事だ。ほら、もう一つ飴をやろう。あー、うん、甘い、おいしい。ねえおじちゃん、待った。今のがなくなってからな。まだ、もっと。お前はな、もう少し我慢することを覚えろ。だってだって。あ、ん、どうした？飴ちゃん、噛んじゃった。わかった。新しいのをやる。そのまま口を開けてろ。わー、まるで、ひな鳥の面倒を見ている気分だ。ねえねえ、何する？明日もいっぱいしようね。おじちゃん、おはよう。刻一刻とトリリオンの目覚めが近づいてくる。休眠している間はどうやっても倒せない。だが目覚めればペルペルを戦場へ出さねばならない。日に日に力をつけるペルペルに高揚を覚え、同時にその日がやってくることを恐れてもいる。せめて俺も共に赴けたら、この忌々しい継ぎはぎの体でさえなければ。いや、俺が奴を倒してさえいれば。いたー、おじちゃん。
なんだ、ペルペル。何かあったか？あのね、おじちゃん、僕、どうした？僕、おじちゃんにお願いがあるの。なんだ、言ってみろ。俺にできることなら、何でもしよう。あのね、ここにお座りして。こうか？そう。で、次はどうするんだ？ああ、立っちゃダメ！そのままお座りしててくれないとね！わかった。今日は何の遊びを思いついたんだ？まあ、修練は頑張っているし、何でも付き合おう。おじちゃん、よしよし、いい子いい子、ペロペロがいるから大丈夫だよ。おじちゃんいじめる子は僕がやっつける。痛いの飛んでけ。俺の頭を撫でるために、慰めるために座れと言ったのか。俺が落ち込んでいると気づいて。ああ、もう大丈夫だ。すっかりどこかへ行ってしまった。ペルペルのおかげだな。わーい、おじちゃんが笑った。やったー。またいじめられたら教えてね。僕、すぐにやっつけるからね。ああ、ありがとう。ペルペルがそばにいてくれたら、俺は無敵だな。よし。いえ、しかし、では、よし。ほう。わあ。よし。はい。よく来られた。よく来られた。いつでも行けるよ。
持ち悪いよ。戻ったやった。ラッキー、ふぅ、すっきり、やった。いくよ。じゃあ、よし、まあ、よし、くそ。今日も楽しかった。おそらくトリリオンとの再戦は近い。大魔王様、お探ししましたぞ。どうしたバフォメット、何かあったか。何かではございませんわい。お休みの時間はとっくに過ぎておりますぞい。何事も健康なお体があってこそ、早寝早起きを心がけるようにとじいが何度申し上げれば。わかったわかった、あと少ししたら休め。お前も今日はもう下がっていいぞ。なりませぬ。なんだ大きな声を出して。じいは騙されませんぞい。ゼアボロス様がそうやって生返事をなさるときは要注意なのじゃ。お前たち、これお呼びですか。こ参上だにゃん。来たぴょ。皆の者、今すぐ大魔王様をお部屋までお連れするのじゃ。はいですか。メイド戦隊全機発進、任務を遂行するコン。了解だにゃん。オッケーぴょ。待てこら、話せお前たち。これお前たち、神女のアロマはどうしたのじゃ。あ、忘れてたか。早う準備をせえ。よいか、今日は心安らぐラベンダーの香りじゃぞ。はいにゃん。何か怪しい成分が入っているのではなかろうな。枕はどうするぴょん。そば柄、羽毛、低反発、好きなのを選ぶぴょん。どれでもいい、お前が良いと思うものにしてくれ。選ぶぴょん。でないとバフォメットぴょんにうちが怒られるぴょん。おいバフォメット、枕ごときでメイドを叱るな。なんというお心遣い。ゼアボロス様は昔から使用人にもお優しい、わし自慢の坊ちゃまじゃ。やめろ、恥ずかしい。そしてメイドよ、大魔王様はそば柄がお好きじゃ。迷った時はそば柄、よく覚えておくのじゃぞ。わかりましたぴょん。アロマよし、枕よし、お布団よし、加湿器よし。うむ、ではメイドよ、下がるがよい。さらばこ、バイバイだにゃー。
おやすみぴょん。さあさ、大魔王様、おやすみ前のホットミルクでございますぞ。やれやれ、お前は過保護が過ぎる。一体俺をいくつだと思っているんだ。はは、いくつにおなり遊ばしても大魔王様は魔界の宝ですじゃ。まったく、大魔王様は替えのきかぬ大事なお体。本来ならおけがの家のうちから動き回るなどもってのほかですじゃ。とはいえ魔王様の修練も急務ならば、日々の生活には一層ご自愛をいただかねばなりますまい。そのためには睡眠と食事をしっかりと、だろう。さようです。キャッツの数少ないいいところは、次の戦いがいつ起こるのか予測ができるところでございますぞ。なるほど、その考え方も一理あるな。ここぞという時のために体力温存するも戦の基本だ。しかりしかり、全くもってその通りですじゃ。いつ何時襲ってくるともしれぬ天使ども相手にしておる時より、体調管理はずっと楽ちんにできますぞい。そういえば、すっかり忘れていたが、最近天使どもは静かだな。やや、確かに。しかしここ数十年の小競り合いは、大魔王様のお力もあって魔界優位。やつら様子見をしておるのでは。何しろ大魔王様に大天使ミカエルを打倒されて以来、あちらはめっきり覇気のないありさま。ミカエルか、懐かしい名だ。やつを倒したおかげで俺は大魔王になることができた。いやはや懐かしい。今思い出してもすーっと胸のすく思いがいたしますぞい。あはー、今宵は心地よい夢が見られそうですわい。ああ、俺もだ。それはそれは、よろしゅうございました。では本日バホメットはこれにて下がらせていただきまする。おやすみなさいませ、大魔王様。少々気が抜けたな。おかげで今夜はぐっすり眠れそうだ。しかし天使どものこと、やはり気になる。しばらく負けの込んだ展開にとって、今の魔界は攻め入る好機のはず。魔界がこれほど混乱していて、天使どもに動きが全く感じられないとは。石膏ぐらい放っていそうなものだが、それとも魔界の滅びをあえて座して見守り、漁夫の利を得るつもりなのか。